ドンパヤアーイエンカオヤイ森林地帯。ドンパヤアーイエンカオヤイ森林地帯は、台湾国北東部に広がる森林地帯である。サラブリー県東部から、ナコオンナーヨック県、プラーチインブリー県、サケオ県北部、およびナコオンナーチャシーマー県、ブリーラム県南部をまたいで、カンボジア国境まで広がる広大な森林地帯であり、カンチャナブリー県、ターク県などに広がる。 西部森林地帯に対して東部森林地帯と呼ばれることもある。ドンパヤアイエンカオヤイ森林地帯は大きな森林地帯であり、山岳部の薄そとする森林とその高低差のために稲作に適さず、それゆえに開発が遅れた。着林王朝初期には開発を促すために一部を免税地区に設定、現在のナコンナ女よくイコール免税の町一体し、 入植者を促したこともあるが、1932年に起きた立憲革命の際に立憲革命に反発した王族が逃亡地としたことから人民委員会、現在の内閣によって一帯が封鎖されるなど開発は父として進まなかった。1959年に当時のサリット政権がこの一帯を保護地区として指定することで未開発地域の自然資源の保護に 糸口がつき、2年後の1961年に制定された、フッツ歴2005年国立公園法に基づき、翌1962年9月8日にはこの森林の一部が、顔やい国立公園として正式に保護された。その周辺の地域も、国立公園や野生生物保護区などとして次々と保護地区に指定されることになった。その後中心的存在である、 カオやい国立公園のアセアン遺産登録などを経て、2005年にはユネスコの世界遺産に登録された。この地域内の地形は山岳地帯で山が複雑に入り組んでおり、1000メートル級の山も多数存在する。地域の80%以上はトコハジュリン地帯になっている。地域南側に台東武北側の住民の水道及び下流の工業用水を提供する。 バーンパコン川の源流となって、また地域北側はイーサーン南部へ水を提供している重要な水源となっており、タイにおける重要な水資源の一つである。2005年の世界遺産登録時点では、112の哺乳類、392の鳥類、200の両生類とは虫類が発見されている。インドゾウなどの東南アジアの森林では、一般的な動物の個体数も多く、 この地域のドライブウェイではドライブ中に何らかの野生動物が見られる可能性が高い。珍しい種類では、白テテナガサルやその食べ残しで生息するマレーヤマアラシ、最も原始的なサルと言われるスローロリスやこの地域のみでしか見られない世界最大のオーサイチョウが生息する。1 9八十年以降のタイの経済発展に伴い中流階級の保養地として、 バンコクから日帰りで望める観光地と言われるまで人気が高まり、海のパッタヤーに対して、カオヤ谷国立公園を中心に山のリゾート開発が行われている。事実、高級ロッジなども作られており、実際に保養地として機能している。一方稲作には向かない地域であるが、牛の放牧などには向いており、地域北側の保護されていない地域では、この放牧が行われている。 ここで生産される農産物には、チョークチャイ牛乳などのブランドとして定着したものもある。またワイン用のブドウなども生産され、カオヤイリザーブと呼ばれる国内最高級ワインブランド生産されている。また、この地域を縦断する道路もあり、これも地域の環境に大きな影響を与えている。特に国道304号線は e ン地域の物流の中心である。 ナコンラーチャシーマーとバンコク湾東岸部の工業地やサッタヒープ港などを結んでおり、交通量が多いため、これらが地域の自然に与える影響は大きいと言われる。これらの開発は無論地域の自然に打撃を与えるものの、実際には地元経済に打撃を与えるためこれらを規制することはできない。これは国の開発政策とぶつかる問題であり、 この地域の保護をどのように行うべきかという課題を提示している。一方で一般の観光客が増えたことにより観光客が動物に攻撃されるという事件も頻発している。これは手つかずの自然に生息しているため動物は人間に慣れていないがアクセスの良さから野生動物に慣れていない人間が訪れそこにたまたま現れた動物に無警戒に近寄るために 起こるものである。この地域では、出慣れたパークレンジャーでも動物に襲われることがある地域である。一般人のレジャー感覚の訪問に、どのように対応すべきかというのも、この地域の課題である。1991年の世界遺産会議では、この地域における保護区の一つ、顔屋江国立公園のみでの世界遺産登録申請に対して、ユネスコは、 顔やいと同時に登録できそうな周辺の保護区を示唆し、登録が延期された。タイ政府はこれを受けて、今度は周辺の保護区と共に、再び世界遺産申請をし、2005年の世界遺産会議で登録が決まった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。